はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回は、えー、保育士正社員9年目29歳の方の給与明細です仕事内容は認定子ども園での保育教諭をしているそうです仕事に必要な資格やスキルは保育士資格幼稚園免許で月の勤務時間が160時間の残業40時間 収入が月収19万、年収300万、ボーナス50万。不満としては仕事量に対する給料が低い。子供、えー、仕事に対するやりがいが子供の成長を感じる瞬間となっています。で、給与明細です。えー、基本給が19万3960円で、延長保育手当3000円、教務調整手当3880円、個人記録手当7000円、処遇改善手当5000円。 で残業手当が913円で総支給22万3053円そこから控除が6万4787円引かれて、えー、手取りが15万8266円となっています結構低いですねやっぱり残業を40時間してるんですが残業代は913円と反映されている感じは全くない給与明細でした やっぱり保育士っていう仕事なんですけどあれですねやっぱ会社としても多分保育士の会社としても残業代払ってたら運営できないくらい多分収入も少ないでしょうしまあその影響で保育士に入る給料も少ないんでちょっと良くないかなっていう感じがしますやっぱりなる人が多い分給料も安くなっていったりとか国とかもちゃんとそういうのを。 お金出したりしてないってのも原因でこんなことになってるのかなっていうふうに感じます。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。